日本近畿地方大阪府大阪市西区、江ノ小島江ノ小島は、大阪府大阪市西区の地域名称、または町名。現行行政地名は、江ノ小島1丁目及び、江ノ小島2丁目。百間軒堀川、木津川、江戸堀川に挟まれていた島で、東は百間軒堀川を挟んで京町堀、宇う堀、薩摩堀、南は木津川を挟んで松島、西は、 木津川を挟んで、本田、川口、北は、江戸堀川を挟んで江戸堀に隣接していたが、現在は百軒堀川と、江戸堀川は埋め立てられている。現在の町名では、東は新谷は筋を挟んで江戸堀、京町堀、宇都堀本町、西本町、南は中央台通を挟んで立ち売り堀、西は木津川を挟んで川口、北は、 とさぼり2を挟んでとさぼりに隣接し、本町2位北が1丁目、伊南が2丁目となる。島だった元来の江ノ小島のうち、現在江ノ小島の町名となっているのは、中央大通以北だけで、中央大通以南は、板地堀6丁目の一部となっている。大阪府庁舎大阪市庁舎もとは、 淀川の河口に形成された南波80等の一つで、名称の由来には、南波港の小島からの添加説と、犬子島、犬子島からの添加説がある。江戸時代には百軒堀川沿いが、江ノ小島東の町、木津川沿いが、江ノ小島西の町という町名で、江ノ小島西の町には、船大工が多く居住していた。1767年に、江ノ小島下の微信地口が、 1779年に、江ノ小島上の微新地区地が春節によって築かれ、校舎を江ノ小島西の町の薩摩や全米が落札した。全米は、翌1780年に江戸堀下の微新地区地も、落札し、両新地区地を、有所として開発した。両新築地は、先吉町という町名になり、江戸堀川には先吉橋も加強された。 1872年の町名改変で、先ききちの江ノ小島側及び江ノ小島東の町、江ノ小島西の町の各北半分が江ノ小島上野町という町名になった。1874年に大阪府庁舎が江ノ小島上野町に、1893年に西区庁舎が江ノ小島東の町に、市政特例廃止後の1899年に大阪市庁舎が 江ノ小島上野町に置かれ、当時の江ノ小島は、地方行政の中心地となっていた。なお、大阪市庁舎は1912年に、同時前、大阪府庁舎は1926年に大手前へ、西区庁舎は1934年に、西長堀へ移転している。大阪府庁舎後には1929年に、大阪府工業奨励館が置かれたが、 こちらも1996年に泉市へ移転した。1955年に江戸堀川が、1964年に百軒堀川が埋め立てられて下船場と地続きになった。現在百軒堀川跡は江ノ小島公園、大阪府津波、校長ステーションなどに利用されている。1977年に新名庭筋、中央台通、木津川、 と砂掘り2に囲まれた範囲が、江ノ小島1から2丁目となった。このように、現在江ノ小島の町名となっていても100件、堀川跡から新谷和筋館は下線上となる。翌1978年には、中央大通以南が立ち売り堀6丁目の一部となった。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域もしくは隣接する校区の小学校、中学校から選択することも可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。かつて生魚を扱う雑魚場があった。公共施設医療機関郵便局史跡、大阪府大阪市西区の町邸町アザ一覧、人口統計ラボ、2019年10月20日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、 2019年10月4日閲覧。AB、江ノ小島の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。通学区域一覧。大阪市。2019年10月22日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。ABC 人事更新録。第4版、 117ページ。2018年11月16日閲覧。郵便番号母2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。